ディープ戦後は AI によるコンピュータ英語ソフトで加藤秀樹と小島明きらによるディープ戦後プロジェクトにより共同開発された。ディープラーニングを搭載した囲碁ソフト。チームディープゼンドワンゴ、日本棋員の協力で開発。2017年3月には現在日本のトップ騎士である井山裕太六冠に勝利する。2018年時点で日本で最も強いソフト。 2017年11月には、店長の囲碁7禅として、一般販売された。2009年に、人工知能研究者の加藤秀樹と、フリーのプログラマ小島明治が、囲碁 AI ソフトの開発のための、チームディープ禅を発足させる。モンテカルロ法を取り入れた、禅は、同年11月のユイクバイコンピュータ囲大会で3位。2011年には、優勝を果たす。 その後、Google の開発したアルファゴに影響を受け、ドアンゴから GPU サーバーファーム、クレナイリースミカの提供を得て、2016年3月にディープラーニングを取り入れたディープ戦後プロジェクトを発足した。プロジェクトには、将棋ソフト、ポナンザの開発者、山本一世、東京大学大学院特任准教授、松尾豊研究室らが参加し、 日本棋院も強力に加わった。2018年3月16日、ドアンゴは対局祭と有限の間でのタイプロ騎士勝率や、2017年8月の第1回中心証券杯世界、天皇囲碁オープン戦で優勝したことからディープ戦後がアルファゴの強さに追いつくという当初の目標を達成したとして、今春をもってディープ戦後プロジェクトを終了し、 3月24日から4月7日にかけて行われる囲碁電王戦ファイナルをもってディープ戦後を引退させることを発表した。ディープ戦後は2016年9月にレーティングでプロ騎士初段程度に達したとされ、11月には第2回囲碁電王戦で長智君と互い戦3番勝負を行い、1勝2敗の成績を挙げた GPU NVIDIA Titan X4。 128GB、SSD プラス 480GB、SSD にメモリ 128GB。2017年3月、日中間のトップ騎士が出場するワールドゴチャンピオンシップに囲碁 AI の代表として出場、韓国代表牧帝、韓、中国代表アッケラ帝に敗れたものの、日本代表、イヤマユータには勝利し、1勝2敗の成績で3位となった。 続く、同月の余育バイコンピュータ囲碁大会では、テンセントの絶景に次いで2位、伝生戦でも一力量に勝利。4月のニコニコ長会議では、高尾真嗣、三谷哲也、大橋拓文の3騎士の合議との対戦で勝利した、日中流星戦エキシベジョンマッチでは、藤沢里奈に勝利。2017年6月の、 第3回エンリリーム105敗世界、囲碁オープン戦では、ワイルドカードで本戦出場し、1回戦では、韓国のシン・アキラに解消したが、続く2回戦では、中国の大広仕様を相手にミスが原因で敗れ、ベスト16入りはならなかった。2018年4月に引退試合となった、囲碁電王戦ファイナルでは、アキラ帝、牧帝、カン、チチクイの3人と再戦。 には敗れたが、僕、蝶に勝利し、ディープ戦後は2勝1敗で勝ち越しを決めた。イ山ディープ戦後1から50手目総当たりリーグの第3戦でディープ戦後は、日本のイ山優太ー6冠と対戦。黒板のディープ戦後は、右上隅を手抜きして、左下11と空き隅を締め、白は16から上辺黒を攻めて36まで、確定値にして、イは、 序盤としてはまずマスかと思っていたとの感想だが45までは黒が優勢になっていた。その後黒は下辺の白を攻めて中央から左下方面が大きな模様になり白は巧妙に模様を消しながら左辺を地にして白優勢の声も上がったが結局中央に大きな黒字ができて235手まで黒中押しがちとなった。ありがとうございます。